どうも、国分とダイナマイト、コスケです。コイチです。今回はですね、はい、未だに解明されていない人体の謎をご紹介していきます。いいよ。人体シリーズ来ましたね。やっぱ私たち人間も分かっていませんということで、うん、たくさん謎あります。最近ですと睡眠の謎について結構バズりましたね。やったね、はい、今回もホットな謎用意してます、うん、やっぱ分かんないんだなこんなこともみたいな、うん、じゃあ皆さんね、本編入る前にですね、ぜひ高評価とスーパーサンクスよろしくお願いします。お願いします。それではやっていきましょう。どうぞ。うん、これガチか。ワニ、レックスのレックスを鬼にいます。ジマ、ルイはパーク立ち入り禁止なんで。そうがいいんだ。毒物の見解としてどういうことだっけ。そうです。何の時間だよ。悪いよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。まずはじめにご紹介するのがですね、はい、肝臓の再生能力です。肝臓の再生能力。そもそも肝臓っていうのは沈黙の臓器って呼ばれてるのよ。はいはい。なんでだと思う。なんかよく言うのは悪くなっててもわかんない。っていうもうまさに自覚症状が一切ないんですよね。なんか疾患が起きてても、うん、だからね、実際うちの親父も肝硬変になっちゃいましたけど、なあ、惜しい人を亡くしたよな、うん、死んでねえんだよお前意外にしろ自覚症状がないからめっちゃ悪くなっちゃうまで気づけない。うん、で特にね、検査をしに行かないと疾患をね把握するの難しいんですけど、うん、そんな肝臓はですね、はい、人体の中で最も大きい器官なのよ。へー。肺より大きいし最も重いです。あ、そうなんだ、うん、重量もある。肝臓にはいくつか仕事があって、栄養分の分解と合成、貯蔵、有害物質の解毒、胆汁の生産、まあそれ以外にもいくつかあるんだけど、はい、主にこういった機能を持ち合わせてるんだけど、はい、結構肝臓面白くて、はい、腎臓とか肺と違ってで1個しかないでしょ。だけど移植することができるんですよ。どういうこと。肝臓取れんの。取って他の人にあげることができる。肝臓それあげた人は死んじゃうってこと。これがあの面白いんだけど、はい、全部あげるんじゃなくて4分の3だけあげるみたいなことができるんですよしかもあげたらあげたで、うん、そいつも生きれるし4分の1の方も生きれるんだ。そう、すごっ。でこの4分の1の方、うん、だから俺が例えばコウスケ肝臓悪くなっちゃったら、うん、4分の3あげるよ、うん、俺4分の1しか残ってないじゃん、うん、再生するのこれ4分の1の方が、うん、すごい。ああ、それピッコロみたいなのがあるんだ。まさにまさに。へえ。スルンって。あ、そうなの？この復元能力を肝臓は持ってるんですよ。へえ。え、じゃあ実際に行われてるってこと？マジである。お、そうなんだ。でももちろんさすがにピッコロみたいにああ一瞬で、あ、まあそれはそう戻るわけじゃないんだけど、例えば4分の3切除しました、はい、残りの4分の1から元々の大きさに戻るまで4ヶ月なの。早っすごくない。え、なんか10年単位かと思った。ああ全然4ヶ月ああめっちゃ早い。めっちゃ早いじゃん。すごいよな肝臓。すごっ。人体すごっ。人体マジすごいね、うん、この優れた再生能力を持っている肝臓の再生因子ってのなんだけど、はい、これが成長ホルモンとか、うん、そういった成長因子だったり細胞同士 の, この相互作用があるみたいなのは、はい、まあ、一応報告されてるんだけど、どうやってこの細胞が増殖していくのかとか、うん、細胞内でこのどうやって情報伝達がされてるのか、これがですねまだ分かってないんですよ。なるほど。じゃあもしなんかこれがもっと分かっていったら、うん、結構肝臓とかのさ病気って多いわけじゃん。はいはい。救われるかもね、もっとたくさんの人が。命はマジで救われると思う。肝臓が修復されるのは、うん、肝細胞っていうのが増殖しててるっていうのは推測されてるんだけど、何がこの肝細胞を増殖させてるのかとか、うん、その辺の細かいことは一切分かってない。へえ。じゃあ今後の人類の科学発展に期待ですね。まさにだね。あ、でもなんか iPS 細胞とかができてるから、うん、なんかそれこそね、4分の1と言わず、うん、肝臓作ってそのまんまね、もう新品のにカードリッジみたいにね取り外せるようになったらね便利だね。そうだね。どんだけ酒飲んでも怖っやばいやつ現れるだろ。あの、うん、取り替えればいいんだよそうそう3代目だよつってやばすぎる。いや、いそうそういう変なマウントのやつできるようになるかもしれないね。しなくていいかもな絶対よくないよ。そのやつが現れるから、ね、絶対肝臓以外にも悪いとこあるだろ。確かにいらない医療技術かもしれない、うん、続いてご紹介するのはですね、はい、ちょっと話の流れにつながるんですけども、はい、なぜ再生できる場所とできない場所があるのかというものです。ああ、なるほど。皮膚とかそうかさぶたになってね、まさに再生するけど腕切断しても腕生えてこない、戻らないよね。確かに
これが2個目の謎なんですけど、まあもうまさにで、ね、人間の細胞の中で再生するのって今コウスケが言ってくれた皮膚、うん、そしてさっきご紹介した肝臓なんですよ。肝臓すごいね、そう思うとそうすごいね、うん、まあでも皮膚もできちゃうからね。まあまあまあ、肝臓は4分の3切除しても4ヶ月ぐらいでもすっかり元通り、皮膚も短い期間だったらほんと 1,2 週間で元に戻っちゃうっていう。逆に言うと、うん、その他の内臓はほとんど再生できないんですよね。そう思うと肝臓なんなんすごくない？やばいよね、うん、やっぱ前提知識としてそれあるじゃん、うん、肺とかなくなっちゃったら復活しないって。何なんだよ肝臓マジで。これがですね、うん、やっぱ分かってないんですよね。なぜ皮膚と肝臓だけが再生できるのか、そういう風に進化してきたのか。確かに全部ね作れればいいのにね。本当だよね、全部作れたら死なないっていうあれが出てきちゃうになっちゃうか。やっぱ死なないと、うん、それはそれで困るしな。そうだね、他の生物とかで内臓まで復活できるやついるのかな。名前忘れちゃったけどさ、うん、あの何個切っても切ったとこからプラナリア、プラナリアとかはそうじゃない、臓器まで復活する。プラナリアいじって人体に組み込めれたらね、肝臓とは言わず何個でもいけるようになるんじゃない。その時にはもう火星いけてるよ。ズワーズボーネができるよ将来的に、うん、期待だよね。その先天的にない人とか事故で亡くなっちゃった人とか、まさにまさに義手とかじゃなくてそのまんま新しい腕生えてきたらね、肝臓とか皮膚の再生医療仕組みさえ分かればもしかしたらできるかもしれない、応用できるかもしれない、ね、すごいよね、うん、これ夢があるね。本当にまさにそう、うん、話の途中ですがここでご夫婦からの宣伝です。はい、今私たちは考察部屋チャンネルというものが存在しています。皆さん考察部屋チャンネルは登録はお済みでしょうか。これねメインチャンネルと何ら変わりはありません。内容については何ならもう考察部屋の方がガチで都市伝説 YouTuber してます。何の時間だよ言いません。ぜひ見に来てください。以上ご夫婦からの宣伝でした。はい、続いてご紹介するのはですね、はい、なぜ人間の体毛は薄くなったのかです。確かに猿みたいにモサモサじゃなくなったってことだよね。まさにまさに、まあ、人間に最も近い DNA はチンパンジーなんですけども、うん、チンパンジーと人間比べてもね、うん、あまりにも体毛が違いすぎるよね。ツルツルな猿が人間みたいな感じするよね。まさにそういうことだよね。でこれちょっと衝撃的だったんだけど、うん、チンパンジー含めた人間以外の霊長類と人間って毛穴の数に差はないんだよね。へえ。違うのは一本一本の毛の太さが違う。はあ、それが何でなのかって話なんだけど、はい、ツルツルに見えてるだけ。なるほど。これがですね生物学の中でかなり議論が盛んに行われてきた分野で、うん、まあ、解決はできてないんだけど。なるほど。毛ってさやっぱさ、うん、紫外線から身を守る役目があるんだよね、はいはい、冬はさ自然のジャケット着てるみたいなもんじゃん、うんうん、それをあえてなくした進化をこう辿ってきた、うん、これ理論的な説明できる学者が今まで一人もいなかったっていう。へえ。じゃあやっぱあった方が便利なんだ。結局そういうことなんだよ。へえ。実は人間って体毛がない代わりに皮膚を強くしてきたんですよ。ほうほう。紫外線に負けちゃうから逆に皮膚強くするっていうこう一個めんどくさい過程を踏んできて今こう生きてるんだけど。なるほど。本来しなくてよかったはずの苦労をする羽目になってしまってるのはなぜなのかっていうことなんですよね。なるほどね。これなんでだと思います。なんでなんだろうな。本当にだって 1% しか変わんないんだっけ。1.2% とか 1.2% まさに 1% だよね。まあ毛と言わずね、なんでじゃあチンパンジー喋れねえんだとか思っちゃうけど。確かに確かに。だからそこが分かってないから体毛も分かってないみたいなところなんだろうな。まさにそうかもしれないな。要はこうチンパンジーとどっかで分岐した時に、うん、人間の方は体毛がないやつの方が生き残りやすかったってことだと思うよ。あーなるほど、うん、モサモサだったやつもいたってことで人間のいたと思うんだよね。何だったんだろうね。これ今ですね、はい、注目されてる説があってこれなんじゃないかってジョン・ムーアズ大学のホイーラー博士という方が唱えた二足歩行への進化がこの体毛の薄さに関与してるんじゃねっていう。なんでこれがですね、はい、まあ、二足歩行になって長距離の移動ができるようになったんですよ人類っていうのは。脳がやっぱ一番大事じゃん。たくさん移動すると体が温まっちゃうわけよ毛があると、うん、脳をコンピューターみたいなもんで冷やす必要があった、うん、だから体毛を減らして汗の汗腺の数を増やすことによって熱を下げてたんじゃないかっていう。うわそれ俺が言いたかった予想したことにしよう。無理無理めちゃくちゃ知的だな。なんかそれぽいやぽいな。あそうだわ。これが結構有力説。なるほどね。汗かヒントは、うん、なるほど。出すためだった。で頭だけあるのは頭は直射日光が当たるから直接熱が当てるのは良くないよね。これもだから冷やすっていう意味では効果的っていう。あだから残したんだ。そう。じゃあ今見てるハゲたちはどういうことなの。まあだから行き過ぎちゃった人たち欲張っちゃった欲張っちゃった
最後にご紹介するのがですね、はい、心臓が筋肉痛にならない理由です。負荷かけてないからなんじゃん。なるほどね、うん、それで言うと負荷はかかってる。かかってんの、うん、筋肉いじめてんだ。もうやっぱこの動きはどうしても負荷かかっちゃって、やばい。それが腕とかだったらもうやばいよ。24時間ずっとだよ。ずっと紫みたいになっちゃう。もう終わっちゃうよね。これも解明できてなくて、はい、まあもちろん筋トレしたり激しい運動したら筋肉痛になると思うんですけど、うん、心臓ってのは生まれてから24時間フル稼働なんですよ。ってことはさ、心臓って肥大化してってんの？これで言うと多分してないんじゃないかな。してないんだ、うん、それも不思議だね。筋肉痛ってさ、それもまだ解明されてるのかどうかわかんないけど、うん、壊してやっぱより負荷に耐えれるように大きくなるじゃん筋肉って、うんうん、そうなると筋肉痛を起こしてないからかな、そもそもな。私まあ長距離選手とかってやっぱ細かったりするよね。ああ、なるほど、うん、本当に謎なんですよな。じゃあ心臓の働きってめちゃくちゃハードで、うん、1日に送り出す血液の量が8トンです。8トン血液送ってるの、すごいな。すごい動きでしょ、そう思うと、うん、これがなぜこの心臓の筋肉は疲れないのか、はい、筋肉痛が起こられるか明確には分かってないんですけど、うん、まずですね、心臓の筋肉って心筋って呼ばれてる筋肉なんだけど、うん、これね、普通の筋肉とは違うんですよ。筋肉って動けってこう脳の命令で神経を伝って動いてるんだけど、うん、はいはいはい、心臓だけは神経と独立していて、へー、完全に自動で動いてます。オートなんだ。オートです。へー。で、他の筋肉と比べると、はい、より多くの酸素を蓄えることができると。これは分かってんだよね。はあはあ。で、筋肉痛とか筋肉疲労っていうのは筋肉の酸素不足によって起こるんだって。へー。心筋は酸素をより多く蓄えられるっていう、まあ、特殊な筋肉だから、もしかしたら疲れを知らないいつまでも働き続けることができるのかもしれない、はあ、みたいなふうに言われているけど、完全な証明までは至ってないと。うん、ああな、オートで動かなきゃ死んじゃうし、解明されたらなんかいいことあるのかな、発展できんのかな。心筋の成分とかこう注入して、うん、一生疲れを知らない。怖いよ、怖いビルダーとかがね。そんなもんはなんかやっぱアルコールと一緒で発達しないでほしい、肝臓とかも。確かにな、なんか怖いもん、そんなビルダー。考察すればするほどさ、うん、ちょっとヤバい方向に広がりそうな感じするね、人体の謎って。いるかも、最新技術で倫理を度外視無視した、うん、明日を捨てた男たちが改造人間もいるかもしれないね。これちょっと面白いのがあってさ、うん、世界の金持ちたちがみんなでこう投資をして、うん、ドーピングありのオリンピックやらないみたいな、うん、出てるらしくて、はいはいはい、明日を捨てた人たちが、うもうそこまでやりきったら人体の脅威ってどうなるんだろうっていうのが、うん、ちょっと気になるのはマジで100m 走、100m 走どんだけ速くなんだろうね。間違いないな、打ったら5秒とか出るの。そうだけどな、100m5 秒ってさすがにないか、人体の飛躍でも。さすがにないんじゃないか。7秒とか出るかも。7秒は言えるな、俺の 50m だよ。7秒、早っ。とんでもないけど、今9秒なんだもんね。7秒走った後で鼻血出しながら死ぬかもね。よくないな、それは見たくないね。だから流せれないんじゃない、ね、もしかしたらやるかも。マジでこれ募金というか基金を集めてやろうとしてるみたいだから、うん、ありえます。なるほど、はい。僕ルートダイナマイトってことで以上、未だに解明されていない人体の謎でした。はい、これからもうどん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 進化していくだろうから。間違いないね。だから今謎だとしても、うん、極太がさ今後続いていったらさ、うん、過去動画振り返るときにこの時は謎だったよね。あ、そうだよね、なるだろうね。まさにだってアンティキティラ島の機械は本当に昔のものだったっていう証明がされた、ね、証明されたからね。これ系はどんどん出てくると思います。はい、だからこれらの人体の謎を解明する日が来るのでしょうか。極太の見解を聞かせていただきたいと思います。はい、医療的なものとして、まあ、いろんなね説があったんですけど、うん、これらの謎はですね、はい、解明されない方がいいのかもしれません。まあそうな、マジで死ななくなるんだろうし、うん、いいことだけど、150年とか生きちゃったらやばいのかもしれない、うん、シュッとして。いやでもいいのか。いやでもよくないじゃん、労働世代の年金の、まあ、だから増え続ける一方。いやでもだから働けるような体になるかもな。なるほど、健康寿命を伸ばす、健康寿命を伸ばせるかもしれない、ね、それはありがたいかも。未来の発展に祈りましょう。はい、以上極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。極太のマーケットシェスコラー。
今回はですね、はい、そのずっとずっと肛門異物についてやってきたんですけども、その中でも特にレアケースとして論文で紹介されたものをご紹介します。いやだから肛門じゃん。やっぱ人体の謎なので、人体の中で見つかった謎の異物です。ごめんなさいね。はい、殺すなマジで。あれ何なんだよこのコーナー。嫌いですか。嫌いですよこのコーナー。嫌いだった。今回はですね、はい、お尻の中に金属製の壺が入ってしまいました。そんなわけない謎だよ人体。本当にすごいよ人体。壺は入らないよ。可愛いなんか大きいどんぐりみたいな形です。それではいつも通り極太の公式 X の方で公開しますので、公式と公式と僕の X を全部フォローしてください。お願いします。ではお見せします。どうぞ。知らないうわひっくり返していい。多分そうだよね。うん、じゃねえんだよ。ツボがさ、仮にこっちだったら、うんちとかここにツボに溜まってくったのそう思った。危ないところでした。うるせえ、危ねえんだよいや本当にさ、もうめちゃくちゃな数出してるけど、うん、なんで尽きないのこれ。本当にね、怖いよ。終わらないんだけど。終わりましたっていう日が早く来てほしいけどね。終わったら2週目行くだけなんですけど。なんで2週目の肛門聞いたことない皆さんも絶対に肛門には異物を入れないようにしてください。はい、以上極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。